石手川寺井関の紹介をしていきます。石手川の寺井関は石手川にある名所の岩関のあたりの少し上あたりである関となっています。1842年温泉和気の大官三浦正左衛門が建設にあたり、この関の水は農業用水として温泉郡和気郡方面の農地に送られます。寺井関に入った水は大川へと流れていきます。石手川は高輪山系からの恵みとなっています。近くには関建設の藩校碑が建てられ検証されています。寺内川の水利組合が改修にあたり、石手、道後、三酒、山越、姫原、東長門、志津川、高木、牧の名前が記されていて、近くには寺井関の石碑があります。この石は平成4年改築されました。水の取り入れ口が昔は浅かったのですが、今では深く掘られ水を確保することができています。寺井関からの水は国道317号線の方を通り、岩関の少し東手を通り、水路の土手を寺内川の関の改修記念碑、寺内川水利組合の功労者山本武俊の胸像があります。なおこの関、真ん中のところに立ち入ることはできないので、道の方から眺めることとなります。真ん中で見たいところですが、なかなか見ることができません。寺井関からの水は別で紹介している大川に注ぐ水系となっています。ご拝聴ありがとうございました。